ボイオーティア、ボイオーティアは古代ギリシアの一地方でアッティカの西北に位置した。中心都市は定イ,イ、ボイオーティア、ビオティアなどとも表記される。ギリシャ語で牛の国という意味もある。ボイオーティアは南にコリンティアコス湾に面し、コリントス地境の北の付け根にあたるメガリスと接する。南東にはアテナイを中心とするアッティカ地方があり。 北イロン山とそれに連なる山並みによって、隔てられている。北東は、エウリプス海峡、エウボヤ湾を挟んでエウボヤ島と向かい合い、北に、東ロクリス地方と隣り合う。西には、ポーキスがあった。ボイオーティア地方の中央には、現在では消滅している、大きな湖、コパイス湖が存在した。ギリシア神話において、ボイオーティアは重要な役を演じている。 軍事的拠点として、カドモスが建国した軍事的拠点定番、紳士的な商業都市として、ミニアース人の住むという伝説の二つの中心地を持っていた。伝説的なミニアース人の重要性は、考古学的内積、特にミニアースの宝物殿によって確実なものとされている。ボイオーティア人はおそらくドーリア人の侵略以前に、北からこの土地にやってきたものと思われる。 ミニュアース人を除く、先住民たちはこれら移民たちに吸収され、以後、ボイオーティア人は統質的な民族として描かれる。ボイオーティアは、コリントス地境の北側に位置し、東南のアッティカ、北方のテッサリア、南方のペロポネソス半島に囲まれた形で、広がっているために、政治的に大変重要な場所だった。辺境の住民たちの戦略的強さと、 広大な地域の中のコミュニケーションの容易さゆえに戦略的拠点としてたびたび戦火に見舞われたボイオーティア諸国は外敵に対抗するためにボイオーティア連合によって連合性をとっていた。一方で良好はなく、それで海運の発展を遅らせた。ボイオーティア人の中にはピンダロス、ヘシオドス、エパメーノンダス、ペロピダス、プルタルコスのような偉人もいたが、ことわざでは 鈍いと言われていた。おそらく、アペナイの近隣諸国に対する文化的優越感がそう言わせたのであろう。現在のオロポス周辺にあったと推定される都市、グラヤはギリシアで最も古い都市であると伝えられており、地名も古い古代という意味がある。何人かの学者はギリシャ神話に登場するギリシャ人の祖、グライコスと関係があるとしている。 アリストテレスはこの町は大洪水前に建設されたと述べている。都市グライアの起源に関する同様の主張は、起源前267年から起源前263年に書かれた古代の大遺跡の碑文、パロスの年代記にもある。この年代記は1687年に発見され、現在はオックスフォードとパロス島にある。さらにこの古代都市について、ホメロス、 パウサニアス、トゥキディデスの著書にも記述がある。有史時代になって、この地方の中央部に一し強大な軍事力を持つことから、テーバイがボイオーティアの中心都市となった。この他には、オルコメノス、プラタイア、テスピアイといった都市があった。テーバイは、アテナイがアッティカの国家軍を併合したように、他の都市を吸収して、単独国家となろうという野望を工場的に持っていた。 しかし、中心から離れた都市軍がこの政策を阻むことに成功し、最初は単に宗教上の緩い同盟を形成するにとどめた。同様の緩い都市国家同盟を形成していたアルカディア人とは異なり、ボイオーティア人は通常外敵に対しては一つになっていた。その間、都市間の争いは国家の発展のため厳しく抑制されていた。 紀元前6世紀後半までボイオーティアはほとんど歴史に出てこない。それ以前は、ボイオーティア人の名は主にアテナイのディーピューロンに似た幾何学的陶器の製作者として知られていた。紀元前519年頃、定売の同盟政策へのプラタイアの反抗がアテナイの代理干渉を導いた。この時と紀元前507年、アテナイ人はボイオーティア兵を破っている。 紀元前480年、クセルクセス一世によるギリシャ侵攻、ペルシア戦争に際して、テイバイはペルシアを支援した。その結果、戦後テイバイは、母曜ティア同盟の名手権を剥奪された。紀元前457年、スパルタがテイバイの名手権を回復させたが、これは、棚倉の戦い以降、アテナイの攻撃に対する防波堤にするためだった。アテナイは、 その報復に、ボイオーティアに突然侵攻し、オいのフタの戦いの後、定売を除く、ボイオーティア全土を支配した。アテナイは、ボイオーティアに新たに民主主義を導入し、10年間、それは行使させた。しかし、紀元前447年、ボイオーティアは反乱を起こし、その年のコロネエアの戦いで自治を回復した。ペロポネソス戦争では、ボイオーティアは、 勝てないと徹底的に戦った。ニキアスの平和以降スパルタとは少し疎遠になったが、ボイオーティア人は近隣諸国に対する恨みを和らげることは蹴ってなかった。ペロポネソス戦争の最後の数年は、シケリア遠征、アルギヌサイの海戦、紀元前406年に貢献した。しかし、ボイオーティアの最大の業績は、 紀元前424年でのアテナイ軍に対する決定的勝利だった。この戦いでボイオーティアの重不評並びに、騎兵は尋常ならざる効果的な働きを見せ、紀元前423年の棚倉の戦いでは、スパルタがアテナイを打ちまかすのを支援した。しかし、その2ヶ月後、アテナイは軍勢を再編し、オイノピュタの戦いで、定売を破り、ボイオーティアを制圧し、 スパルタが作った城壁は壊された。この勝利とともに、アテナイは戦争の発端となった、ポーキス、並びに、東ロクリスを占領した。この当時のボイオーティア同盟は11の独立国、及びそれと関係する町からなっていて、それぞれの国が、一人のボイオタルケス、軍、及び外交大臣を選出し、定売の同盟議会に60人の大議員を送り、 同盟軍2000人の不評と100頭のと頭馬を提供した。中央政府の一部の不当な審判に対する自衛は、個々の都市の議会において定められていた。それに限らず、地方議会では、あらゆる重要な政策問題が上申の上、承認されることになっていた。そのメンバーは、資産階級のみで4つの部門に分かれていた。これは、全ての審議案を交代で投票する宛て議会の、 プルタネースに似ていた。ボイオーティアは、コリントス同盟の一員として、スパルタとのコリントス戦争、特に、紀元前395年並びにコロネーアの戦いで重要な役割を果たした。この政策の変化は、他国の干渉に対する、民族的敵意が主にあったように思われる。定売に対する不満は、まだくすぶっていて、スパルタがアンタルギダスの平和。 紀元前387年で全都市の完全毒を要求したことで、その不満はさらに増大した。しかし、紀元前379年には、ペロピダスとエパメーノンダスが、定売の支配権を取り戻してから、その支配は二度と覆されることはなかった。ボイオーティア人たちは、定売のエパメーノンダスが指揮した対スパルタ戦争のすべての戦いに参加した。 最も知られているのは、レウクトラの戦い、紀元前371年である。スパルタを破った定媒は、エパメーノンダスのもとで、約10年にわたり、ギリシャの覇権を握る。同盟の法はこの地方の至るところに、民主政治に従ってもたらされた。主権は、7人から12人のボイオタルケスたちから、構成され、すべての法を批准する、人民会議に与えられた。 ボイオーティアの初都市は、ポーキストの、紀元前356年、紀元前346年、でも活躍を見せるが、定売を支援するマケドニアをピリッポス2世との関係から、定売に従っただけだった。カイロネイヤの戦い、紀元前338年で、ボイオーティア F 票は、再度目覚ましい活躍を見せたが、それがボイオーティアの最後の華々しい見せ場となった。 紀元前335年のアレクサンドロス三世による定売破壊は、ボイオーティアの政治的エネルギーを奪い去った。定売は、紀元前317年に、ディアドコイの一人、カスサンドロスにより再建されたが、それ以降、二度と政治的独立を求めることなく、非護国に従うだけの存在となった。軍事協連と組織は残ってはいたものの、 ボイオーティア人は国境を守ることさえもできなくなり、戦紙、アレスの踊る土地どころではない土地になってしまった。紀元前245年から短期間、アイトリア同盟に加盟した時期を除くと、マケドニア王国に忠誠を誓い、ローマ帝国と戦う王たちを支持した。マケドニアがローマに敗れると、ボイオーティアの運命は、ローマに握られることとなった。一旦は、 アウグストゥスの統治下での復活を許されたが、ローマは、その同盟を解消させ、ボヨーティアを、他の中部ギリシア諸国と一緒に、アカエア族州に編入してしまった。そして、第一次、ミトリダテス戦争時の後輩後は、ローマ皇帝たちの手によって、アカエア族州は、復興を果たすが、ボヨーティアの再興にまでは至らなかったのである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。